喜べ。世はウヌにその終末を見届けさせてやろう。私はいつも周りの人のいいところを見つけたいの。だって気分がいいときは他の人にも幸せな気持ちになってほしいでしょ。やだ、そんなに近づくから仲間のラインを越えちゃったわ。これまでも人間とエルフは関わることがあったけど、こうやって一緒に旅をするのは初めてよ。私は二人のいいお手本に慣れているかしら。陛下の意志、帝国の運命、誰かに理解されなくとも構わん。手に負えない敵に遭遇したら私の力を借りればいい。時には生き残ることそのものが何よりも大切なのだ。そんなに近づくから仲間のラインを越えちゃったわ。ローランとプルシア、彼らを助け導くのはもちろん仲間だからよ。でも一緒にいる一番の理由は私に課せられた職責を果たすため。私が仲間と判断する前提はこれよ。覚えておいて。ローランとプルシア、彼らを助け導く。
かつて黄金平原を創造した奇跡の雨は我が帝国の民には微塵の慈悲も与えてはくれない。黄金の日輪草は髪染めに最適だが、欠点は血に濡れると色落ちしやすいことだ。手に負えない敵に遭遇したら私の力を借りればいい。時には生き残ることそのものが何よりも大切なのだ。逆らう者は必ず撃つ。無駄なあがきだ。帝国に逆らう者は必ず撃つ。私と共に、女王の光は私と共に、女王の光は私と共に、私の局面を変える。
アシュエの名にかけて。海よ、すべてを見届けて。アシュエの名にかけて。私の局面を変えるわ。アシュエへの名にかけて。お前の指示に従おう。帝国にあだなす者は粛清する。帝国に逆らう者は必ず撃つ。無駄なあがきだ。お前の指示に従おう。お前の指示に従おう。にあだなす者は粛清する。帝国にあだなす者は粛清する。
喜べ。余はウヌにその終末を見届けさせてやろう。余が切り開く混沌の未来、最強の英雄として、それを見逃すわけにはいかぬだろう。